僕が高校1年生の時、少し離れた栄えた町へ友達と一緒に遊びに行こうと約束していた時のお話です。改札を出ようと切符を探していると、どっか落としたっけ。マジかよ。駅員さん、すいません、切符なくしてしまったんですけど。そうですか。ですと、もう一度同じ切符買っていただきまして、見つかり次第の払い戻しっていう感じになっちゃうんですけど。そうですよね。どちらから乗られましたか。岡崎です。ですと、ここまで590円ですね。ああ、高校1年生の僕にとって590円の出費はとてもでかかった。絶対に買ったはずなのに、なんでないのか必死に探しました。確かに買った。なんでないんだ。いや、落ち着くんだ俺。落ち着け、きっとあるはずだ。なさそうですかね。そうっすね。あ、ですと、こちらの方でも一度お客様の乗られた駅の方に忘れ物か落とし物ないか確認してみますね。ありがとうございます。あ、ご苦労様です。たくあんです。お世話になっております。あの切符の忘れ物の確認をしてほしいんですけど。はい。いや、590円の江戸券だと思うんですけど、どうですかね。はい。駅員さんの返事の仕方からきっとなかったのだろうと察しました。しぶしぶ590円を払おうと思ったその時でした。あ、そうです。あ、ありました。あ、よかったです。あ、そうです、そうです、そちらです。あ、ありがとうございます。じゃあ、こちらでおろしちゃいますね。はい、失礼します。あ、お客様、切符ありました。お客様の切符、なんかホーム降りる途中なんか階段のところに落ちてたみたいなんで。え、そうなんですか。あ、ありがとうございます。よかったです。駅員さんの神対応のおかげで、僕は無事に改札を出ることができました。でも、僕そんなに貧乏に見えたんですかね。